はい、皆さん、こんばんは。タビ若村です。さあ、本日は7月の29日、水曜日、夜7時になりました。ほぼほぼ毎日配信、タビ通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。今日もスタートしたいと思います。拍手 <laughs> さあ、まだね、梅雨が明けない。 今も京都は、しとしとと雨が降っております。まあ、それほど大きな強い山足ではないんですけれども、本当に、しとしと、しとしとと今雨が降っています。おそらく梅雨明けは、来週あたりになるのかなと思います。ただ、あの、長期予報では、今年の夏は猛暑と出ておりますので、 今はちょっと落ち着いている京都ですが、この後一気に暑い夏へと変わってしまうのでしょうか。今日は楽旅京町屋のお茶室からお届けしています。ちょうど私の後ろには路地、お茶室に付属するお庭があって、今石道路がライトアップをし、ね、今しております。まもなく太陽がぐっと沈んできますと、この後ろの路地も 今、ライトアップをしておりますので、より美しく輝いてくるかなと思っております。さあ、今日はお昼間、実は JR 奈良線に乗りまして、ぐっと南の木津の方へとお伺いしていました。京都府の南、例えば、宇治や、八幡や木津、鴨など、京都の南の方で、 観光ガイドとして活躍をする皆様の観光ガイド研修として今日は木津市の方に行っておりまして朝からよりスキルアップをして観光ガイドができるようないろんなですねお話をさせていただきましたもう私にとって電車に乗って南へ南へと行くということはもう半分旅行気分今日は JR 奈良線に乗りまして奈良行きの電車 ずっと南へと JR 奈良線が走っておりまして、東福寺、六地蔵、宇治、城陽、そしてずっと南へ行きましてね、今日は木津の方まで行っていたんです。するとね、もう電車の窓からいろんなものが見えます。もちろん宇治辺りまでは私ももう普段観光ガイドでいろいろ案内してますから、宇治の脇らつこの 森子立が見え、そして流れの激しい宇治川が見えて、まさにここが平気物語でいう源平騒乱の大きな古戦場の一つでありまして、その激しい流れを、まあ数日来雨が続きましたので、やはり宇治川の今日の流れも大変激しいものがありまして、あの激しい中を、多くの武将たちが先陣を争って、そうして、うわ、かかりますね。かー。 こうしてですね、原平騒乱の戦いが、宇治川で繰り広げられたんです。そうしてね、平家物語の気分になりながら、j r 7 0はさらに南へ、南へと行きました。すると、木津川が迫ってきて、24号線という国道があって、そこに、高倉宮、持人お墓があるんです。ちょうど井出の玉川のあたりなんですが、 森子立ちが見え、これぞ、高倉宮持人皆さんわかりますかね今から800年前、源氏と平家が戦った源平相乱におきまして、第77代の天皇であったのが、後白河天皇。この後白河天皇の3番目のお子様が、高倉宮持人と言い,いまして、時に、お触れを出して、平家を打てと、 源氏方に触れを出したのがこの高倉の宮持人で、まあ、それに応じて、玄三三頼政なども挙兵し、しかし、大軍の平家が迫る中で、玄三三頼政はなんとか、宇治川で、その大軍を押しとどめながらも、高倉の宮持人を奈良幸福寺へと逃がしていくわけなんです。そうして最後、玄三頼政公は、平等院の中に残る、扇の芝で、 自ら命を絶って、何とか逃がした高倉の実や持人をも奈良にたどり着くことなく捕まってしまうんです。このように今日は傷に向かう JR 奈良線いろんなこう指摘を見ながら特に源平騒乱の平家物語を書いの地を電車から見ながらですね、ずっと奈良の傷の方へと向かっていったんです。帰りはね、 いつの間にかちょっとうとうとと寝てまして、あの、宇治川をいつ越えたか、ちょっと定かではないんですけれども、まあ行きはね、旅気分、帰りはもう一仕事を得たということでね、安心して帰ってきてのこの19時、かがいますね、あ今やりました、えい、殺はなりませんから今、少し弱めました。ということで、まあ、この19時からの今日ライブ配信なんです。 今日の冒頭、何お話をしようかな。まあ今日はね、平家物語だなと思いながら、今のお話をしたんですが、今先ほどパソコンを調べてみると、今日、旧暦の7月の29日は、ある人が亡くなった日でした。平野茂森公です。平野茂森といえば、時の大城大臣。 平の清盛の嫡男でありまして文武両道誰からも愛される若き平家の御曹司であります時に平の清盛が父清盛が権力を強めていく中で時の第77代後白河法皇と対立を深めていきますその対立の中でも清盛の嫡男重盛公は 後白河天皇と非常に近しい存在でもありまして、父と法皇との対立をいさめる唯一の存在であったのがこの息子、平野盛森公なんです。重森公さえいれば平家は安泰。こう皆が評するほどの人物であったんですが、 次第に病がちとなって、父、平野清盛に先んじて、今日、7月の29日、42歳にて、この世を去ったんです。こうして、平野清盛、この人物をいめるような人がいなくなって、平家は、横暴を極め、時の、後白河法の、 三番目のお子様に当たる高倉宮持人が平家を打てという命を出すなど、いよいよ平家追悼の礼が発することとなって、しかも清盛も亡くなると一気にわずか四年で壇の裏で平家は滅亡していくことになりまして、転落の歴史を辿ってしまうんです。あの時に重盛公さえ亡くならなければ。 歴史にもしもはないんですけれどもその平野重盛が亡くなったのが今日でありまして重盛が亡くなっていなければその後の歴史は大きく変わっている可能性があったんですそういう清盛公の嫡男平野重盛が亡くなったのが今日7月の29日であったということなんですあの平野重盛公は京都の東山五条から ちょっと下がりました、馬町という交差点が東王子通りにあります。この馬町の交差点から山手の方、渋谷街道をちょっと上がった京都女子大学のキャンパスがあったりします。あの辺りに大きな屋敷を持ったと言いまして、あの辺りは小松谷。小さな松の谷と書いて小松谷と呼ばれますので、その小松谷に大きな邸宅を持った人であったことから、 小松殿、小松殿と呼ばれた平野茂森港なんです。今も一説には、その馬町からやや南、大きなホテルで、フォーシーズンズホテルがあります。そこの中に残るお庭、釈水園。これが平野茂森の邸宅の遺構の、お庭の遺構だと考えられておりまして、平安末期から800年の時を超えて残る、 見事な池を使った地線庭園が残っているんです。また皆さんも、そのあたり一体、六原、清森の邸宅があって、さらに南の小松田に茂森港の足跡を訪ね、東山のあのあたりをね、ゆっくりと散策をしていただいたらと思います。今日はもう私は、JR 奈良線で、宇治川、平等院、そして高倉宮、餅人など、 いろんなこう史跡を見ながら、電車からの旅で、平家物語を感じてきたんです。何か今日、7月の29日が、平野茂の命日である。それも、今日の何かゆかりなのかなと思ってました。さあ、それでは今日も皆さんに今日ちょっと旅へということで、どこかのお寺、どこかの神社へと旅をしていただきます。さあ、今日はどこのお寺、どこの神社になるでしょうか 恒例のこの箱の中には、京都のお寺や神社の名前が書いた旅くじが入っています。このくじを引いて、トークテーマを決めていきたいと思います。本来であれば、直接皆様と講座やツアーでお会いをして、京都の魅力をたっぷりお届けするところなんですけれども、なかなか最近その機会が減っていますので、こういうオンラインを使いまして、皆さんに京都の旅をしていただく。 旅くじを引いて、どこかのお寺、どこかの神社へと旅をしていただいているわけなんです。それでは行きます。一つ目のトークテーマを決める、くじ取り式です。さあ、一つ目はどこのお寺神社になるでしょうか。行きます。何が出るでしょう。さあ、下の方から行きますよ。こちら。 こちらを一つ目のトークテーマとしてみたいと思います。それでは続きまして、このくじの中身を改める、くじ改めです。まずは私が確認をして、一つ、二つ、三つとヒントを出していきますので、あそこのお寺かなあそこの神社じゃないかな皆さんもぜひ考えながら当ててみてください。わかったという方は、 今この Facebook のコメント欄に、なんとか寺、なんとか神社と書いて、腕試しをしてみてください。それでは行きます。くじ改めです。どこが出るでしょう。行きます。また今日も逆さまでした。プレゼントかなああ、プレゼントではなかったですが、 わかりましたお寺か神社かと言いますと神社ですこの神社ある人物がそこから都をしのんで振り返ったと言い伝えられています という感じでしょうか。<laughs> 皆さんがおそらくここに行かれるのは、季節で言いますと、4月の中ほどからゴールデンウィークあたり、そのあたりに多くの皆様が訪れます。なぜなら、この神社、神様を祀る神社は、あるお花が大変、 西日本一とも呼ばれる名所なんです4月の中旬からゴールデンウィークのあたりです鮮やかな赤い花が咲きますその神社の前には大きな池があって三宅の八丈の宮が作ったということで八丈が池という名所なども残り その池の中をまっすぐ渡る表参道にその赤い花が咲き誇るんです。もう皆さんわかりましたか京都市ではありません。かつての都があった場所です。そう。長岡京市に残るこの長岡天満宮です。さあ皆さんわかりましたかね長岡天満宮といえば4月の中旬あたりから 霧島ツ,ツジ霧島ツ,ツジという、ちょっとちっちゃめの花で、赤色の霧島ツ,ツジが、背丈を超える2メーターほど大きな刈り込みが長く続きまして、表参道が一面、真っ赤に彩られるんです。西日本一の霧島ツ,ツジの名所とも言いまして、あとね、この長岡天満宮のあたりは西山ですからね、なんと言いましても、竹の子。 タケノコの名産がこの京都西山で、皆さんも食べたことありますか長岡天満宮門前の池には、金水亭という料亭があって、タケノコ尽くしのお料理を春はいただけるんです。天満宮と書いていますように、神様は祭神、学問の神様として、 崇められる、菅原の道真公。道真といえば、この長岡のあたりで、古く、有原の成平など、文化人たちと集い、シーカ還元を楽しんだゆかりの地だと伝えられているんです。しかし、今日の都で、右大人にまで登り詰めた、菅原の道真公ですが、時の左大人、 藤原の時平のあることないことを天皇に告げ口をされ、道真公、天皇からの信頼を失って失脚、九州太宰府へと流されることになったんです。こうして京の都を旅立ち、西へ、西へと、九州へと旅立つことになって、長岡の地で、後ろを振り向いて、 今日の都を遥かに眺め、そうして赤別の別れをこの地で行ったと語り継がれているんです。我が魂、長くここに留まるべし。こう願って身は九州太宰府へと旅立つが、魂、気持ちはここに残していくんだ。こうしてゆかりの地となったところに、 後に道だこうを神様として祀る天満宮が築かれまして、長岡天満宮と今は名付けられているということなんです。今はね、長岡と言いますと、この長岡天満宮ももちろん、有名な神社ではありますけどね、やはり今年は NHK 大河ドラマ、大河ドラマ、麒麟が来る、明智光秀の長岡といえば、 小流事情があったりね、いろいろこう、ゆかりの地が残ってますから、長岡はもう、待ち上げての、明智光秀、麒麟が来るということでえ、この長岡天満宮のあたりにも上りが立ってね、麒麟が来る、明智光秀を PR しています。まあ、ですから、今年は、ちょっとね、道真さんも影を潜め、麒麟が来るに花を持たせる、そういうのがね、 今年の長岡教師なのかなと思っています。ぜひね、また皆さん、春のタケのコこれがね、金水亭、最高なんです。もうね、朝掘りのタケのコで、お作りから全部タケノコなんです。焼き物、煮物、スノの物、すべてがタケノコづくしなので、また一度ね、金水亭で、またはあの、潤亭さんとかね、 いろいろお店があったりね、あの、タケノコの名産、名産地としてね、様々、あの、その場でね、売ってる即売所なんかも結構ありますよ。そこでお金を入れても、カゴごと持って帰るとかね、ありますので、ぜひタケノコ料理をね、味わっていただくといいのかなと思ってます。私はね、よく、あの、Facebook でもね、あのよくやり取りをさせていただいて、魚さんなんかもね、お料理としてはよく活かしていただいてます。 一つ目は、長岡天満宮でした。では、まだいけますね。二つ目のトークテーマを決める、くじ取り式に臨んでみたい、臨んでみたいと思います。さあ、まだプレゼントもたくさん入ってますからね、プレゼントが出るチャンスもありますよ。さあ、二つ目はどこになるでしょうかいきますよ。 じゃあ、下の方から行きましょうかね。結構今重なってますね、もう。だいぶちょっとほぐしておきます。やっぱりね、もう長いやつはこれ、100日以上入っているわけですからね。第100回ぐらいまでもう超えてますから。そうするとやっぱりね、人間の肩こりと一緒で、ちょっと凝ってますね。下の方にへばりついてますからね。ちょっと、だいぶ掘り起こしました。それでは行きます。二つ目のトークテーマを決める。 くじ取り式です。きます、今度は上の方からいきますね。こちら。こちらを二つ目のトークテーマとしてみたいと思います。それでは、くじ改めです。どこが出るでしょうか。あ、また反対だ。なんかね、反対が多いですね。なぜでしょう。確率的にほぼ反対のような気がします。 おはは二つ目のトークテーマは、そうですね。お寺とか神社ではありません。でも、建物です。その建物自体は、 昭和の初めに建て直されたものが今現存しているわけですが、もともとはそのあたり一体、400年ほど前の江戸の初めの頃から、それが盛んに親しまれた場所です。これで分かったらすごいですね。昭和の初めの建物が今残っていて、そのエリアで、 400年前からあることが町州に親しまれたんです昔の落中落外図など京都の町並みの様子を描いた絵図にもその辺り一帯はその伝統芸能が大変盛んに演じられていることが描かれておりまして多くの町衆がその櫓で 伝統芸能を楽しんでいる様子が描かれています。江戸時代大きならがそのあたり一帯には7軒立ち並んだと言いますが、明治を迎えた時は2つのみ。その片方もやがてはなくなり、現在京都に残る唯一のその伝統芸能の演じられる大きな劇場がここです。 さあ皆さん分かりましたか京阪電車、祇園市場駅の真上にあります。そう南座です。南座です。さあ今ね、ちょうどこの京阪電車、祇園市場駅の上に南座があります。すぐ近くが市場大橋。 下には鴨川が流れていますが、この鴨川原、鴨の河原で昔は多くの町衆が集って広い河原ですから、そこに櫓が立ち並んで、そこで歌舞伎が演じられていったんです。歌舞伎は出雲の奥にという方が開いたと言いまして、出雲の奥に。 せっかくなんでね、ホワイトボードを使いますね。一説には出雲という言葉が入っていますので、出雲大社の御子ではないかと語り継がれていますが、出雲大社の建物を建て直すためのお金を集める肝心工業でね、今日の都に来たと呼ばれた出雲の奥にという女性がいたんです。この奥にさんが一番最初は、 京都の北にある、文芸、芸能の神様といえばそう、先ほど出てきました。こちらは長岡天満宮ですが、天満宮、菅原の道真公は、学問、文芸、芸能の神様ですから、実は踊りを踊るお国さんは、その、神様へ奉納と、 北の天満宮に行かれまして、その踊りを披露したそうなんです。その踊りは、女性なのに、男性の格好をして、かぶいた格好で踊った。この、かぶいた格好で踊ったその姿に今日の町衆は、いやー、いやーとこう、楽しんだと言いまして、やはり町衆たちは自由活発ですから、そのような、しずしずと、 武士たちが好んだ能楽とは違って、華やかに踊る、そういう芸能に心を惹かれ、文化人、あの、権力者たち、武士たちは能楽を識学として重んじたんですけども、町中たちはもっと自由な文芸、文化を好んで、歌舞伎というものが出てくるんです。ですから、この歌舞伎は町中たちがね、育て上げた伝統芸能でありまして、 かぶく。こういうね、変わった格好をする、かぶいた。ということで、かぶくと言いまして、このかぶくという言葉が語源となって、歌舞伎になったと言われてるんです。そうして、五条河原から四条河原のあたりに一体に、そのかの河原に櫓が立ち並んで、多くの町主たちが集い、そうして、 歌舞伎の興行が盛んに行われたということなんです。楽中楽ガ図などを見ると、歌舞伎、長唄、浄瑠璃、そして能楽、様々な伝統芸能が披露されている模様が絵図に残っておりまして、その中でも最も人気を博していく一つがこの歌舞伎で、たくさんの櫓が立ち並んだそうなんです。最初はね、 お国歌舞伎と言いまして、この女性が踊ったんです。それが良くないとしてね、若い男の子が踊る若衆歌舞伎になって、それも風紀を乱すとなってね、江戸幕府から禁止令が出て、最後は、成人をした男性、成人男性が男役も女役も行う。これね、今の歌舞伎というのは昔で言うと、 やろう歌舞伎と言いまして、ね、やろうつまり男が演じる歌舞伎だったので野郎歌舞伎と言いましてこれが発展をして今の歌舞伎になっているんですお国歌舞伎という女性が演じたそれが風紀を乱すとして禁止され若い男の子が女役もする若衆歌舞伎が行われるんですがこれも風紀を乱すとして最後に野郎歌舞伎今も 歌舞伎というのは男の人が女役も演じる。こうして今の伝統芸能歌舞伎が盛んになっていったんです。で、明治を迎えた頃はね、この南座と北座、2つが残ったんですが、北座もしばらくすると、 衰退今もね、落語などはできるぐらいの小さな劇場は残しているんですが、まあ、北沢基本的に歌舞伎の劇場ではなくなりまして、現在京都に残る唯一の歌舞伎劇場がこの南座となってるんです。もう私も毎年12月の、シワスの風物詩、南座顔見せ工業。これが大好きでね、招き看板が上がると、あの歌舞伎役者の名前が書いたね、看板が 南座正面に上がりますと、いよいよ京都に、しわすがやってきた。そういうね、雰囲気が満ち満ちてくる、京都にしわすの到来を告げる風物詩こそ、南座、顔見せ工業で、招き上げという招き看板が上がっていくんです。ぜひね、今なかなかね、そういう演劇、人数の問題で難しいこともあるかもしれませんけれども、 どうでしょう華やかに、顔見せ工業、今年も京都に師走のトイレをつけるようにね、招き看板を上げて、勢いよく、もうまさにその勢いでね、退散させるぐらいの力で、ぜひ、工業が行えることをね、願っておきたいと思います。今なかなかね、南座でもそういう意味では、なかなかこう、工業ができませんので、実は皆さん、またこの後ね、南座のホームページを見てみてください。 今ならではで、ちょっといつからかはね、私もはっきり今覚えてないんですが、舞台裏を見学ができる、南座、あの、ネーミングはちょっとわかりませんよ。わかりませんけども、裏ツアーというか、舞台ツアーというのか、そういうね、本来私たちが入ることができない、上がることができない、通ることができないところ、ここをね、 皆さんに見ていただいて少しでも歌舞伎など、または南座に興味を持っていただこうと、特別プランがありますので、もう始まってるのかなまだですね。確か、まだこの後だと思います。もう間もなく始まると思いますので、南座のインターネットホームページをね、見ていただきまして、舞台裏ツアー、ぜひ皆さんもね、今しかないですからね、確認をいただきまして、参加をいただいてもいいと思います。 ということで、二つ目のトークテーマは、南座でした。一つ目は、長岡天満宮。二つ目は、南座でした。ほぼほぼ、毎日お届けしております。楽旅通信ライブ版。今日、ちょっと旅へ。今日のトークは、ここまでとなります。さあ、どうでしょう。 お庭もすっかりと日が暮れまして素敵なライトアップのお茶室、路地の庭となっていますそれでは最後の締めくくりです最後は皆さんの心ハートに元気をチャージする合言葉を大合唱して締めくくりたいと思いますさあ恒例の合言葉はきっと もっと、京都を好きになる。この好きになるというところを皆さんも大合唱いただきまして、好きになるですから、そう、手にハートマークを作って、元気を、ハートにチャージしてください。私からは皆さんにたくさんの元気をお届けしますし、皆さんからも京都へとたくさんの元気をお届けいただきたいと思います。それでは行きます。 もっと、もっと、京都を好きになるということで、今日は夜の7時からお届けしました。楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ。明日、元の時間に戻しまして、午後の3時からお届けしたいと思います。予定通り午後の3時に明日、 再びこのライブ配信でお会いしたいと思います。ありがとうございましたさあ、ハートマークを連打して元気をチャージしてくださいさあ、それでは、ポチッと消したいと思います。ありがとうございましたさあ、今日もね、ずっと 畳に座っていましたので足がそろそろ痺れてきましたちょっとね気をつけてゆっくりと立ちたいと思いますありがとうございましたあ、大丈夫ですね